やふるさとの森にやってきました。ここも幽霊さんの噂があるところです。どうなってんだろう。神社、神社だ。結構高いんだ。まだギリギリ日があるのでお参りします。したものの森はどこだ。こっちは絶対ないね。上なんかありそうだけど、村って書いてあったんですよね。森？どっちもあった気がする、うん、なんか行けるぞ。行ける？道がね、なんか違うな。まあでも降りてみよう。普通に下に出るだけかも。この道は道じゃないですね。まあでもいい香りする。椿かな。もう暗くて見えなかったね。キさん、キさん、出るで。あ、出る。どこでした。鳥を発見しました。あ、何の神様だろう。ちょっとよくわからなかったですね。暗くて。で、こちらは
何々さんがあるということですね。怖いとこうだ。お参りはしません。いや、村はどこ？え、ふるさと村、ふるさとの森って書いてあったんだけど、ないね。おやおや？まあ、確かに公園とかってさ、こうやってさ、範囲がわかるじゃないですか。ここはなかったんだよな、範囲が。ポツンポツンとあんのかな。いやー、わからんな。案内を発見しました。見えない。まあ、多分この辺全部がそうなんだよってことなんだろうなと龍河探偵は思います。まあそんなわけですね。あっちから来たんですけど、あっち側がふるさとの村っぽいので戻ってみましょう。日が沈んできていい感じですね。風が寒い。ピカピカしてる。なんかもっとカフェとかいろいろあるって書いてあったんだけど、もう自販機ぐらいしか見えないですよね。でも田んぼが綺麗ですね。夏は来れないな。あったよ、こっちだって。超絶真っ暗なんだけど、せっかくだから少しだけ行ってみよう。行ったもうこんなんでね、ちょっとグキとやりました。え、すごい道。木さん踏んじゃってごめんなさい。これは避けられないですね。すごいな。昼間に来たら綺麗なのかもね。どこまで続いてるんだろう。どうなってるんだろう。
ジで森だ。すごい。その名に偽りなしですね。でも池です。あの橋渡りたい。ああ滑るな。熊の橋、熊さん。クマが出るってこと？ありえなくはない。合ってるかわからない。間違ってました。休憩所でしたね。では下か。鼻水ズルズルです。花粉だよね多分ね。なんか幽霊さん10人くらいいる気がする。でもなんでなんだろう。男女ね、20代30代ぐらいの人たちが10人ぐらい。はあ、だいぶ暑くなった。やっぱ動物がいるっぽいな。急に歩きやすいコンクリになりました。やったね。まあそうそう、10人くらい。姿は見せてくれないんだけど、なんか見てる感じしますね。現代…現代人かな。こういうね、溝ダメなんだってば。足取られるんですよ。作った人出ちゃいました。いけなかったな。どこ？てなわけで、森から出ちゃいましたね。あんまなんか続いてなさそうな気がする。
あとちょっと迷子です。目印がないからな。あ、わかった、鳥居のとこだ。なるほど、わかったわかった。いや、ここは昼間に来るべきですね。またリベンジしたいと思います。